観客がエキゾーストを BGM にビールで盛り上がる一方、ドライバーには過酷な時間帯が続く。レーシングスピードで闇夜のニュルをわずかな明かりのみで走らなければならない。夜のニュルには針に糸を通すような繊細さが求められる。ラップタイム9分57秒、デッドラップです。漆黒の森は容赦なくマシンを飲み込んでいく。松田秀氏の視界に映ったのは、それまで総合トップを快走していたカーナンバー1マンタイレーシングのポルシェ GT3R。これでトップ争いは2台のアウディ R8 LMS とポルシェ GT3R ハイブリッドによる三つどもえの争いとなる。マシン、ドライバー、メカニックに休む時間はない。チームワールドカーアワードはマフラーのマウントゴムが破損し交換。早朝の静寂をマシンが切り裂き、エキゾーストが静かな村にこだまする。3度目のスティントを終えたピーターから山内へ。低い気温とラバーの乗った路面も、そして何よりもフロントガラスの奥に広がる美しいニュルの夜明けに後押しされるように、山内はマシンに鞭を入れる。9分48秒、ラップタイム9.48 ファーストトラップ。残りは約8時間。トップ争いを続けていた99番のアウディ R8 LMS がトラブルで大きく遅れを取る。アウディの一角が崩れ、トップはポルシェ GT3R ハイブリッド。続いて2番のアウディ R8 LMS、 3番手には BMW M3 GT2、 4番手にフェラーリ F430 GTC。 ニュルに挑んでいったマシンが次々とふるいにかけられている。この時点で約4分の1がリタイア。ニュルの名物コーナーの一つ、回転木馬という意味のカルッセル、すり鉢状のバンクで腹をすりながら走る。このコーナーはマシンのボディとサスペンションに
じわじわとダメージを与える。スプリント化したニュルを戦うには速さと、そして何よりも強靭さが要求される。ニュルではおなじみのファルケンカラーの日産 Z33 は20番手を走行。オールアラウンドセーフティーという安全思想を掲げるスバル、ニュルで車を鍛えている。スタートからノートラブルで走り、30位まで順位を上げる。問題ないです。で、トラックコンディションもね、大体どこもクリアな感じです。ありがとうございます。アイフェルの森に5月の爽やかな朝日が降り注ぐ。光を浴びて鮮やかに輝くマシンたちがグリーンヘルを疾走する。およそ18時間マシンには疲労が溜まってきた。序盤に痛めたフロントバンパーが徐々に緩み、車体にバイブレーションが発生。ラップを重ねるにつれ、高速区間でマシンのバイブレーションがさらに悪化。再び応急処置を施すが、スペアのフロントスポイラーが到着するまで我慢のスティントが続く。その頃また上位陣の1台が脱落。2番のアウディ R8 LMS がミッショントラブルでコースサイドにマシンを止めたのだ。12時、スペアのフロントスポイラーがようやく届く。クラックの入ったブレーキローターも交換。急遽手配したカーボンむき出しのフロントスポイラーによりマシンはそれまでより精悍な顔つきに変わった。ここは全部揃ってるよね。この集まってる人たちも含めてね。このウィークエンドはね、最悪なコンディションから始まったから、そういう意味では年をずっと晴れてくれて、霧も出ないで、でみんな気持ちよく走れたから、それが本当に良かったです。最後のスティントを迎える山内の心にあるのは、ニュルの全てに対する尊敬と感謝。スタート時の緊張感に支配されていた感覚とは全く違う。ニュルを走れることへの喜びが湧き上がっていた。そしてここでサーキットに最大の衝撃が走る。ピットのモニターに映されていたのはマシンを止めたカーナンバー9、トップを走っていたポルシェ GT3R ハイブリッドだった。一方 BMW のマリオ大戦博士はクールに状況を見守る。これでカーナンバー20、 BMWM3 GT2 がトップ。ラスト2時間での大逆転劇だ。ニュルのゴールが近づいてきた。1927年からそこにある世界一美しく楽しく、そして過酷なコースに、この週末だけで200台以上のマシン、600人以上のドライバー、20万人以上の観客が集った。その全てが一つになっていく。ワークスチームもプライベートチームも、最新のマシンもボロボロのマシンも、
待ちわびた15時のゴールを迎える。優勝は BMW M3 GT2。 チームワールドカーアワードの長い24時間も幕を閉じた。出走196台中完走したのは123台。完走率 63% という数字が厳しかった2010年の戦いを物語っている。チームワールドカーアワードは1周約25キロのコースを24時間で127ラップし総合59位。激戦の SP8 でクラス4位という成績を収めた。ニュルには人を虜にしてしまう何かがある。集まったマシン、ドライバー、観客が作り出す雰囲気とそれを受け入れる難攻不落のコース、全てが重なり合った時に生まれる特別な空間なのだ。そんな世界をグランツーリスモは応援し、車の楽しみを共感したいと考えている。この感動を誰にでも。グランツーリスモ5にはニュルムラの住人の血が流れている。